生定権は中華人民共和国家北省、石化宗市に位置する県、高輪の北岸にある、臨在州発祥の地である臨在寺などが有名なことで国家歴史文化名城の一つに指定されている。前475年、戦後それ国が新国に滅亡させられ、新国の半都に組み込まれたが、戦国初期の前475年、戦国人により中山国が建国され、 東柿湯が設置された。前296年、中山国は、朝国に滅ぼされ、その半都とされた。新朝による中国統一が達成されると東柿湯は、東柿湯県と改変され、支所が現在の石火層市古城村付近に設置され、協力軍の管轄とされた。官所は、東柿湯県とされていたが、前196年に、新定県と解消され、 常山軍に属した、全113年、上山軍の北部に、魔帝国が設置され、ら城県、小える県、面満県と共に、新帝県が、その管轄とされた。五管が成立した37年、北州は帝州及び、上山軍の一部に新たに、久州を設置し、新帝県を管轄するようになった。596年、新帝県により、上山県が分割されている。 東大も新帝権が沿い用されていた。689年、不則点により一時中山県と改称されたが、705年に新帝権に名称が戻され、新省まで沿い用されている。1723年、新帝権は、静帝権と改称され現在の名称が誕生している。歴史上、新、帝国、常山軍、常山軍、久州、陳州、 魔女府などが置かれてきたことであり、下北中部の中心地であったが、近代に高南岸の石火層の村に京光線の駅が開設されると、石火層の経済的地位が高まり、政治経済の中心もやがて石火層へと移っていった。カブニ二カイ三鎮五ン郷を管轄する。経済は農業中心で、食品工業、製薬工業、化学工業などの工場もある。 聖帝の流行島に善化北省のことであるため、県城城郭や文廟が保全されているほか、随大に混流された流行寺などの古跡が位置する。また、当儀の540年に県城島南の高市の臨済村に混流された臨済寺は、臨済起源が臨済州を起こした寺院として有名である。その他、広江寺、天寧寺、海源寺、 福慶寺など陶儀から陶にかけての仏教寺院の建物や跡が存在する。ありがとうございます。